続いてはじゃあ行きましょう。続いていきます。はい、続いて、続いて、はい、これ一冊なんですけど、はい、これは何でしょうかね。これ伊調馨伊調さんも出してる。伊調さんもこれ、まあどういう経緯で出てるのかわかんないですけど、なんかちっちゃいね。そうですね、分ちっちゃくて細いね。細いね。これもなんか一日一日強くなるっていう、なんか伊調さんのなんか、でもこれも一問一答っぽくて、なんかに対して伊調さんが言ったのをまとめたのかちょっとわかんないですけど、あ、その記者との質問とかやり取りをに近い感じ、がっつりまとめたみたいな。そうですね、なんか文章バーって書いたわけではなく、ワインなど時々飲みますが、いい練習ができたら自分へのご褒美という、ワイン飲むんだね。おぉ。なるほど。おぉ、なるほどって、あんた酔ったんじゃねえんだから。だいぶ前に。おぉ、なるほどってなんだよ、そんなんか。あ、そういう質問なんだね。はい、そうですね。なんかそうだね。確かに、こう、どうこうっていうわけじゃないね。うん。あ、でもお姉さんの千春が負けたのを見て、もう戦ってたくないと思いましたって。はい、まあ、なんか引退する説はありましたよね、お姉さんが辞めた時にね、一緒にね。はい。うん、あ、ちびっこ時代休みたいとあったけど辞めたいと思ったことはないっていう、これすごいいい言葉。ねえ。これも割とその、なんかモチベーションが上がるような気持ちを高めてくれる言葉が多い。これいい言葉だな。強い人が相手ならずっとやってられる。うん、弱い人と疲れるし痛いって。これ俺もライターさん。ライターさんというか、これ日本レスリング物語。おお。これはおすすめです。へえ。これも、まあちょっと、日本レスリングってことはもう男子も含めてってことですね。そうですね、うん、はい、メインがもうレスリング一回もう一番初めに日本に来た時からの話なんで、八田先生の頃から。あ、そうそうそう、八田一郎さんの一番、うん、はい、そっから大学、この大学にできてとか、うん、かなりこと細かく、え、大学ができた流れも、あの早稲田大学、早稲田大学にレスリング部ができましたみたいなことから、そうです、早稲田に作ったんですけど、その一回目のその話から、これ誰なの、柳沢健さんでしょ、これ誰だ、これは高谷さん。あ、高谷さん。高谷さん若い頃です、ね。ああ、高谷さん。まあ、ちょっと前ですけど。これ何、これは誰、柳沢さんが書いてたとか。ああ、書いてたとか。ああ。で、表紙が高谷さん。なるほど。はい、へえ。これ結構、だから、ネタに使えるかなと思って、うん、だから昔の結構、いろんな歴史が書いてあるんで。あ、柔道を超えろとかね。はい。はい、へえ。まあ、ちょっと。笹原の衝撃。おお。すべては、じゃあ東京へ、東京へ。これ見るとやっぱ笹原さんすごいんだなっていうのも、よくわかりますし。高田裕二さんの凄さとか。高田裕二先生ね。やっぱもうみんなありますね、やっぱ。これ面白いかもしれないですね。いや、面白いですね。字が小さいからなかなかちょっと見るの大変ですけどね。まあそうですね。ちょっと、かなり分厚いので。これ分厚いね。はい、まあまあ、今の時期いいんですよ、だから。うん、在宅勤務とかね。そうです。今は自宅謹慎が多いから。はい、あ、そう、それを、今回のテーマはそれをメインなんですよ。そうしましょう。はい、急に、それしましょうって、あれだ。それ急にあったかどうか。でも自宅で見れるっていうね、はい、これはもうそうしますよ、本当に。サムネイルとかに書きますよ、それ。そうですね、おすすめ。他には、はい、どんどん行きましょう。はい、じゃあちょっとこれも。何でしょう。ちょっと、これアニマル浜口さん。おー、はい、京子さんの。京子さん、娘にもらった金メダルと。はい、あー、なるほど、はい。娘さんが作ってくれてね、世界選手権とかも取ってますからね。はい、そうかそうか。これも浜口アニマルさんから見た浜口京子さんの、はい、お父さんの、はい、まあアニマル浜口さんのやつはいいかな、いやいや興味持ってください、これ、いやでもこれも読み、まあ、いいと思いますよ、京子ちゃん、京子さんすごいいい人でしたね、この間の時ね、僕らなんてがっつり話したの初めて言うなぐらいなのに、はい、もうあ、やるんですかとかってずーっと話しかけてくれてね、話してくれて、で終わった後も多分ネタのことに合わせてくれたんだろうなっていうすごい、はい、ね、コメント。まあちょっとオンエアがまだなんでね、ちょっとあれですけど、すごい良かったなぁ。本当いい方。感動しましたね。あのまんまで。あの人やっぱ愛されますね。愛されますね。すごいいい人だなぁ。すごいいい人です、本当に。ね、実は、アニマの浜口さんともエレベーターで後からね。あの時も僕らがレスリーの格好して、スタジオに向かう途中にお会いして、会ったことなかった、なんか、すごい傍観してたから、誰かわかんないね、マスクしてね。そう。誰かわかんないなと思ったら、レスリングですかって急に声かけてくれて、パッと言って、あ、鬼丸さんだと、ないって言って、お、レスリングですか、うん、いいねとか言って、で、エレベーター開いちゃって、お母さんに、あんた行くよって言って、あ、レスリングですか、レスリングですかって言いながら言って。そうなんです。でも、すごいいい方でしたね。そうでも、そう、どちらの親子もすごい、嬉しいですね、こんな応援してくれるのがね。ますます好きになっちゃいますね。ね、本当で、これ、ぜひ見てもらえれば、これもいいです。他にも。これすごいですね。これ何でしょう。これ、アニマル渡辺さんの、アニマル渡辺。挑戦とは勝つためだ。ちょっと僕わかんないな、渡辺治さんっていう、はい、これも東京オリンピックの金メダリストで。1964年のものね。はい。この方も第1回のもの。はい。吉田さんと一緒に280何連勝か。すごいね、それ。ギネスとかに載ってる。男子レスリングの。はい。
この方も。フリースタイル、グレコなの。フリースタイル。フリースタイルの方、はい、アニマルさん。で、これ復刻版最近も。さらに、アニマル渡辺さんの。はい。これほんとつい最近会場行ったらなんか売ってて。会場に売ってたんですか。会場に売ってましたね。負けは死と思え。時代ですね、これも。まあいい。アニマル渡辺さん。そう、あ、すみません、189です。189連勝。おー、はい、アニマルさん、すごい。すごいですね。はい、他にもおすすめの、こちら、ブックが。はい。これは、市口正光さんですかね。はい、あ、これ子供用のレスリング。はい。これいいじゃない。これいいね、お子さん今からキッズさんの横に、うん。ちょっと、まあちょっと、うん。お子さん用の。お子さん用のレスリングの本とか。はい、見たいですね、見たいですね。これ何ですか、これどういう。これほんトレーニングですかね。初心者の立ち上がったね、横崩し。絵とか、はい、うん、その文章というよりかは、こういう練習法がありますとか。あ、開脚前転しましょうとか、そういう準備運動とかも書いてあるね、はいはい。そうですね。子供、でも子供にこれやってるとね、本当に身体能力高くなりますしね。はい。子供の頃やってるといいですよね。すいいと思います、ね。アヒル歩き、クマさん歩きね、うん。カニ歩き、アザラシ歩き。あ、いいね、うん。あ、いっぱいあるじゃないですか。後ろアザラシ歩きとかね。はい。うん。八の字潜り歩きとか。あ、八の字もずぐり歩きとかあるんだ、いっぱい。市口さんもちなみに東京オリンピック、そのさっきの渡辺さんと一緒と同じで金メダルを取って。あ、そうなんだ、はい。グレコでしたっけ？グレコで市口さん。これはキッズですね。これは子供にぜひおすすめ。これでもみんな普通に売ってるよね、アマゾンとかに調べれば。今。これあんまなくて。あ、ないんだ。これおすすめって言ってもみんな見れないかもしれない。今せっかく自作禁止中だから禁止中か自粛してる時に、アマゾンとかじゃない、ブックオフとかでも。この古いのはちょっと。うん、あ、ない、そのパターン。まあ、復刻バージョンでもいいよね、別に、ね。そうですね。うん。で、他にもじゃまだありますか、ちょっとこれも売ってないと思う。レアになっちゃうんですけど。おすすめしてはいいけど、売ってない。あ、富山先生。そう、富山先生です。富山副会長。はい、秀明先生の。副会長。子供を金メダルにする本。これすごいですね。副会長さんもお子さん決めてほしいなと思ってね。ありがたい。気さくな方ですよね。はい。いや、これ、富谷先生の、うん、その、まあ、子供の、こういう風に練習した方がいいっていう本とか、まあ、自分のエピソードもあるので。これもあんまでもないかも。ちょっとないと思います、ね。じゃあ、ない。探してください。はい。はい、他には。おかします、ね、もしあるなら、うん。なるほど。最後これが。太田明選手。おお、レスリング式5分間エクササイズ。銅メダリストでしたっけ、はい、そうですね。銀メダリストですよね。銀か。グレコですかね。フリーか。はい。重量級ですよね。そうですね。太田さんはね。バルセロナとか。ああ、すげえ。4大会連続五輪代表の。すごいな、はい、このエクササイズは。あ、これ、しかもこれダミーちゃんとやってるじゃないそうですね。ちょっとね、ダミーちゃんとここにいる、はい、ダミーちゃんできるわけだ。そうですね。それ人とやらなくていいから、はい、ね、濃厚接触もならないし。ならないですから。へ、はい、あ、本当だ、ああ、キャメルクラッチとかやってるな。ちょっとプロレスっぽい。ね。はい、エクササイズね、はい。あ、肩こりとか腰痛にも効くんだ。なんで、はい、あ、いいじゃないですか。一般の方にも、はい。これもちょっと売ってるかは。だいぶ古いですからね、これ。おすすめしといて全部売ってないってどういうことなんだろう。レスラーに肩こりはいない。お、これ名言じゃないですか、ね。名言ですね。はい、肩の可動域とかちゃんとしてるから。動かしてるからかもしれない。なるほど、素晴らしい。はい、こういう本ありがとうございます。ちょっとこれ、おすすめの本ね、これ、こんだけあるんですけどね。はい、はい。ほぼ売ってないから。入手困難かもしれない。入手困難かもしれませんけどね。はい、まあ、でも見つけたら。見つけたらいいですね。はい、はい、おすすめ。さあ、じゃあこれ、ね、はい、第2回もちょっと時間オーバーしちゃいそうなんで。あ、そうですね。第3回、続きは第3回でいきましょうか。第3回しましょうか。第3回で、はい、続いて読みましょう。そのまま第3回にお願いします。はい、さあ、続いては何ですか？じゃあ続いては、